はい。おはようございます。こんにちは。こんばんは。一号先です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。えーと、まあね、えー、皇室を離脱されました、まこさんのご主人であります、小室圭さんですね。はい。えっ、ー、と、ニューヨークの弁護士試験に無事合格いたしまして、はい。三度目の正直ということで、はい。おめでとうございます。パチ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 。 ねえー、本当に一時期はどうなるものかと思っておりましたが、ねえ、厳しい中、うん、まさに三度目の正直ということで、はい。えっ、ー、と、合格、一回目の合格するためにでも、かなりのお勉強をされていらっしゃると思うんですね、皆さんね、受験される方。で、二回、三回といって、あのな、複数回受験することっていうのは、かなりのモチベーションを維持し続けるっていうことが、 もう本当難しいと思うんですよ。しかも、働きながらの、えー、まあ、ね、合格を目指すっていうことで、これはかなりね、えー、1回目でも難しかったのに、で、2回目、3回目という、どんどんね、あの、人間の脳はね、やっぱり落ちますからね、うん。それで合格されたっていうのは、まあ、素晴らしいことかなと思います。うん。で、まあ、一時期ね、もう本当にこう、ね、 えー、そのためにですね国からこうねなんとか秘密なんとかっていうねお金がね流れたわけなんですけれども、うん、今後ねあのまあ小室圭さんが弁護士として活躍されでまあ起業家とか投資家とかのアドバイスとされたりとかして活躍の場がどんどん開かっていきますと、えー、まあね、えー、ご自身 でも、莫大な富を稼ぐことができるようになると思います。本当にね。でしたらね、ああのまあ今までね、かかったお金がね、ちょっとでもね、キックバックできたらとか思うんです。それはまあいいんですけれども、うん。まあ今度はね、ここからはね、ご自身たちだけで生活をぜひともしていただけたら。 と思っております。はい、今回はね、え本当にね、えー、3回目の正直ということで、ね、本当に素晴らしいね、結果を出していただいたと思いますが、うん、うん。で、えっ、ー、と、本当におめでとうございます。はい。はいね、ね、これでどうな,なる、ダメだったらどうなってるんでしょうっていうところもあるんですけれども、ね、まあ、こ 合格されたということで一件落着チャンチャンということでしたはいご視聴いただきましてありがとうございますこのねまあちょっと裏にもねどうだろうなーっていう感じはするんだけども、まあ、まあいいとしましょうはいありがとうございました